京都大学原子炉実験所助教小出博明さんに伺います。小出先生こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして東京には近藤さんです。こんばんは。はい、近藤さんこんばんは、よろしくお願いします。小出先生、番組冒頭で皆様にお伝えしたんですが、はい、種まきジャーナル9月で終了いたします。はい、去年の原発事故直後から小出先生にはずっと解説をしていただいてまいりました。本当にありがとうございます。いえ、こちらこそ、私のようなものの声を拾っていただいて大変ありがたく思ってきました。長い間お世話になってありがとうございました。本当にありがとうございます。はい、こちらこそ感謝でいっぱいでございますが、リスナーの方々からも本当に小出先生へのメッセージ、またこの解説のコーナーについて私たちに対して応援をしてくださるメッセージ、もう本当に数え切れないぐらいたくさんこれまでずっといただいてまいりました。少しご紹介させてください。福島からくださいました、いつこさんという方はお手紙で、くださったんですが、原発事故の情報が錯綜する中、真実を伝えてくださったのが種まきジャーナル、そして小出博明さんでした。おかしすぎる今の日本、権力圧力に屈しない真実を報道する番組でいてほしい、こんなふうにくださいました。あるいは東京からもくださって、せっちゃんぺって方ですけど、原発事故が進む中、素人が考えても政府の説明では納得のいかない事態の中で、夜も眠れない恐怖が半月ほど続きましたが、そうした日々、小出さんの説明を聞くことで、ああ最悪こういうことなのだなと腹をくくることで、かえって落ち着くことができました。パニックに陥ることを防いでくださった、事実を直視し一人一人に考えさせる種を提供する番組でした。こんなふうにいただきましたが、今日は遠方の方からのメールをご紹介しておりますけれども、もちろん関西にお住まいの方々から本当にたくさん番組への応援、また小出先生の感謝の声を頂戴しました。はい、ありがとうございます。ただ、いつも水野さんが初めにおっしゃるように、この種まきジャーナルというのはニュースの種を見逃しませんということで、本当にその生活に密着したところから大切な問題を拾い上げて掘り下げていってくださるというジャーナリズムというんでしょうか、報道というのでしょうか、それの原点を支えるような番組を続けてきてくださったのだと思います。はい、そのことが評価されて、坂田記念ジャーナリズム賞も、受けたはずですし、関西だけでなく日本中あちこちから、そしてまた世界中から、これほど広く愛された番組というのは本当に例がないほどないのではないかと私は思います。そのために私も何度か毎日放送に足を運びまして、種まきジャーナルを存続させてほしいとお願いをしてきたのですけれども、大変残念なことになりました。でもこれまでやってきた方々、水野さんをはじめ近藤さんたち、そして種まきジャーナルを支えてくださったスタッフの皆さんに心からお礼を申し上げたいと思います。はい、本当にありがとうございます。小出さんもそうですし、はい、他の方々も、もうご自分の体を動かして、なんとか応援したいという思いを形にしてくださった方々が大勢いらっしゃるということを本当に感謝しておりますし、はい、何よりもこの種まきジャーナルでこうしたできるだけ頑張って、スタッフみんなで報道してきたつもりなんですけれども、こうしたものを支えてきてくださったのは本当リスナーの皆様の応援でございます。もう改めて感謝を申し上げたいと思います。はい、こちらこそそうで、ありがとうございました。9月いっぱいだそうですけれども、はい、お付き合いさせてください。はい、ぜひ、9月28日金曜日最後の放送でございますので、はい、今週そして来週の水曜と木曜と、小出先生また解説をぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日質問させていただきたいことをはですね、はい、小出さん、プルトニウムについてです。はい、
日本政府が2030年代に原発稼働ゼロを目指す方針を、まあ、結局閣議決定はしなかったそうですが、はい、まあ、その前に IAEA 国際原子力機関には伝えに行ったんですよね、はい、そうしたら IAEA の事務局長はこういうことをおっしゃいました。プルトニウムの扱いをしっかりと見ていきたいというんですね、はい、でこの原発をゼロにして再処理をしない場合プルトニウムが溜まっていくことを懸念している模様なんですが、このプルトニウムが溜まる蓄積されるっていうのはどんな心配があるっていうんでしょうか。原発というものを動かしてしまう限り、その原子炉の中にプルトニウムができてきてしまうことは避けられません。ただしそれをそのままにしておくのであれば、プルトニウム問題というのはほとんど起きません、はい、問題は、はい、その中から再処理という作業をしてプルトニウムを分離して取り出してしまうという、そのことによって生じます。はい、プルトニウムというのは原爆材料そのものですので。原爆の材料そのものがプルトニウムなんですか。そうです。つまり核兵器の転用にすぐつながるのがプルトニウムという物質だと思っていいんでしょうか。そうです、はい、ですから原子力発電をやるだけであれば、はい、ただただその放射能の中の一つとしてプルトニウムがそこにあるというだけですので、原爆材料にならないのですが、はい、日本の場合には核燃料サイクルを作り上げてプルトニウムを取り出して、それを日本は原爆にはしないけれども、高速増殖炉の燃料に使うというようなことをずっと言い続けてきたのです、はい、ただ高速増殖炉は全くできません、実験炉というか私たちが、原型炉と呼んでいる、まあ、実験炉に毛の生えたような文樹でさえすで、はい、に1兆円のお金を捨てましたけれども。1兆円あれ捨てて何にもできてないんですよね、はい、1キロワットアワーの電気も起こしていないという本当にどうしようもないものになってしまいましたし、それでもこれ廃炉にしないっていう方針が出てきましたよね、はいはい、それは高速増殖炉というものを一度でも少しでも動かすことができると超優秀な原爆材料になるプルトニウムが手に入るからなのです。はい、ですから今でも、文樹は廃炉にはしないし、研究炉として残すというようなことになっているわけです。この意味が分からなかったんです、はい、研究炉として残す意味って、はい、それは超優秀原爆材料が欲しいからなのです。はあ、近藤さん、はい、このプルトニウムの問題というのは全くエネルギー問題とは違う分野にも関連してくるってことですか。そうですね。ですから、まあ、小池先生が 1,2,3,4 とこう原発推進の理由を以前挙げてましたですけど、はいはい、その中にいわゆる核兵器へ向けてのこの転用が可能だっていうこともあるんじゃないかっていう、うん、まあ、ここのところと直結する話ですよね、プルトニウム。そうです。これただですね、私の理解が間違っているのかもしれませんが、 IAEA の天野事務局長が言っているのは再処理をしていかないとプルトニウムが蓄積されてその核兵器核拡散につながるということを恐れているように聞こえたんですよ。多分それは水野さんの受け取り方が違ってると思います。日本は、核燃料サイクルは進めるということを表明しています、はい、核燃料サイクルというのは再処理ということも含めてなわけで、はい、原子力を仮にゼロにしたとしても、はい、核燃料サイクルというものをやってしまうとすでに動いていた原子力発電所の燃料からプルトニウムを取り出してしまうことになるのです、はあ、その始末の仕方がもう全く分かっていませんので。プルトニウムの始末の仕方は分からないんですか。はい、そうです。原爆になるか高速増殖炉の燃料にするかどちらかだったわけですけれども、高速増殖炉がもう実用化できないということはもうこの間の歴史ではっきりとしてしまっているのです、はい、そうであれば再処理を断念するというのが当然の選択なはずなのですが、はい、日本というこの国では再処理を相変わらずやりたいと言い続けているのです、はい、ですから世界中が日本を不信の目で見ているわけですし、 IAEA にしても本当にそんなことをやるのかといって、はい、注意を喚起しているわけです。はあ、
だ政府の方針が一応原発ゼロを歌いながら再処理をすると言ってるところが矛盾があるというのは、はい、なんでこんなことになるんだろうと思っていたんですが、はい、そこにはこの核兵器転用の疑いが持たれるというそういう国際的な見方も絡まってるんですね。はい、原発をもうやらないというなら、うん、プルトニウムを取り出す意味も本当はないのです。そうですね、はい、それなのに取り出すということは核兵器を作るんだろうというふうにどの国だって思うのが当然なわけです。はあ、そうした意味でもあの国際的な信用をこれ失うまず、まあ、今信用があるのかどうか私には分かりませんが信用より失ってしまう恐れがあると見なきゃいけないんでしょうか。まあ、そうですね。原子力発電をやめると言いながら再処理をやるなんていうのは本当に論外なことだと私は思います。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、明日もどうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。京都大学原子炉実験所助教小出博明さんに伺いました。